のためには行くと。この人なら自分はいっぱいの、言いたいことがあるんだけども、正確に書いていただける、それだけの、聞いたことがあります。核兵器廃絶を目指す市民団体の顧問を務める森滝春子さんです。父親の一郎さんは、核と人類は共存できないという言葉を掲げ、核兵器廃絶を訴え続けました。広島ノートの中で重藤医師と同じように、真に広島的な人間と表現されています。森滝さんは、大江さんに影響を与えた被爆者たちは、原爆で犠牲になった人たちの思いに向き合いながら生きてきたのではないかと感じています。なんで自分が一緒にして亡くなったの、殺されたのかっていうのがわからないまま死んだ人たちを誰が代弁するのかということなんですね。だからその当時の人たちは、やはりその重さを背負って自分を苦しくても前に進めていこうとされたんじゃないかなと。そういうのをね、やっぱり失ってしまってる今の広島という、それは常に私は感じています。戦後の広島を支えた被爆者たちが亡くなる中、森滝さんは大江さんが若くして広島ノートを書いたことを考えてほしいと言います。やはり広島に来て、その鋭い感受性を持ってね、非常に多くのものを受け止められたと思うんですけど、そういうことを私たちは自分が獲得しなくちゃいけない、自分がそういう立場にならなくちゃいけない。大江さんが文豪としてのね、その後年の立場じゃなくて、若い立場でこれを書かれているという意味をね、受け止めてほしいなというふうに思います。原爆投下から78年を迎えても、核兵器廃絶の道筋が見えず、記憶も風化していく今、大江さんは NHK の番組でこう話していました。自分の問題として考えてもらうためには、この非常に重い現実をですね、はっきり自分の目で見て、自分の頭で理解して、自分の心で、自分の想像力で受け止めて、それから実際何、どう自分が生きていくか、どのように何らかのことをするか、実際行動しなくてはいいですよ。自分の中でどのように行動すればいいかと考えるだけでも非常に大切なことです。原爆のような非人間的なものに対して、人間的なものがやはり最後には価値を収める。痛みを共有するってことは、難しいことですが、しかしその他にないと思いますよ。本当に苦しんでる人を見て、じっと見るっていうことから始まる。その人の声を耳を澄ますということから始まるのであって、それ以外に僕たちができることはないんです。注意力を持って、この広島の原爆という大きい現実を見つめ続けるならば、私は風化するということはないと思うんです。